皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。タレントの若月千夏、40が21日、日本テレビ系バラエティ番組、上田と女が吠える夜にスタジオ出演。共演したタレントの大久保佳代子、53とのエピソードを明かした。若月千夏、40が21日、 日本テレビ系バラエティ番組、上田と女が吠える夜にスタジオ出演。共演したタレントの大久保佳子（五53とのエピソードを明かした。この日は少し怖いエピソードをそれぞれ出演者が披露しており、若月は大久保らと韓国ロケに行った際の出来事を話した。ロケ先で、大久保が私物のショルダーバッグに氷炭のキーホルダーをつけていたため、 大久保が離れた際、若月はそれに興味を抱いた。振ると音がしたので、好奇心から蓋の部分を外して中のパーツを取り出したところ、大久保から激怒されたという。若月は、何してんのよ。ってすごい怒られて、と納得がいかないと、スタジオでも主張。これに対し、大久保は怒るでしょ。私は一回も開けたことないんですよ。神秘的なものじゃないですか。 それを勝手に開けて、なんでこんなことできるんだろうって、と不満を訴えた。共に同行していたタレントの伊藤麻子、54、などが仲介しその場を収めてくれたが、移動後も大久保は怒り続けていたという。若月がその時の写真、怖すぎて撮ったんですよ、見てもらっていいですかと話し、披露した画面には怒りをあらわにする大久保の顔のドアップ写真が、 スタジオは盛り上がったが、大久保は、このすぐカメラ向けるのも怖くない。と先輩タレントに向けての態度が不適切だとも抗議していた。ネット上ではこの若月の行為を擁護できないとして視聴者が、どん引き。ひょうたんの剣でひいたしむり、私もされたらいいや、ふわちゃんの次は若月さんかな、倫理観やばすぎる。笑い話にはできない、第二のふわちゃんみたいになってしまう。 といった非難の声が目立った。伊藤麻子、54、などが仲介しその場を収めてくれたが、移動後も大久保は怒り続けていたという。若月がその時の写真、怖すぎて撮ったんですよ、見てもらっていいですかと話し、披露した画面には怒りをあらわにする大久保の顔のドアップ写真が。スタジオは盛り上がったが、大久保はこのすぐカメラ向けるのも怖くない。 と先輩タレントに向けての態度が不適切だとも抗議していた。ネット上ではこの若月の行為を擁護できないとして視聴者が、どん引き。ひょうたんの剣でひいたしむり、私もされたらいいや。ふわちゃんの次は若月さんかな、倫理観やばすぎる。笑い話にはできない、第二のふわちゃんみたいになってしまう。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。